ず最初に小さい方の画用紙に線を4本引いていきます。最初に画用紙の真ん中の 9.5 センチのところに印をつけます。右から 9.5 センチのところに印をつけます。そしてこれを線で結びます。次にここから 1.5 センチ右側に線を引きます。今引いたこの2つ目のこの一番右の線から6センチ離れたところに左側に印をつけます。この線から 1.5 センチ左側に印をつけます。このように線が描けます。真ん中の線 1.5 センチ下の線、ここから6センチ離れたところの線、そして 1.5 センチ上の線です。そしてこの線に合わせてこのような絵を描いてください。このように線を描いてください。この斜めの線のところはカッターナイフで切り抜きます。他の線の上もナイフでカッターナイフでカットしていきます。切れたら折り目をつけていきます。
まずこの線で一つ目の、この線は山折りに折ります。この線は谷折りに折ります。ここと、ここと、ここと、ここのところは山折りに折ります。そしてここと、ここ、ここと、ここも山折りに折ります。表側を向けます。今つけた折り目のところをしっかり折り目をつけていきます。できたものを大きい方の画用紙にのり付けしていきます。真ん中で半分に折ります。こちら側にのりを付けます。この線が真ん中に来るように下のカードに貼ってください。父の日のメッセージカードの完成です。